はい、どうも皆さん、こんにちは、りょうです。というわけで、活動開始3周年、ありがとうございます。自分の中でもね、いろいろね、歴史というか、思い出というか、それがありますね、この3年間。でもやっぱ、直近1年、それがやっぱり一番充実してたかなっていう感じはありますね。5月に、初めてアモンガス誘っていただいて、めちゃめちゃ楽しかった。刹那さんに本当誘っていただいてね、本当に嬉しかったです。あの時統合版でやってたアドオン紹介の日輪刀のやつがね、現時点で6480回以上ね、1年以上の月日をね、飽きてそういう感じで再生してもらって本当に嬉しいです。1周年記念で悪い人歌ってみた投稿して、なんと今年も、そしてですね、これもね、一応大事っちゃ大事で、ここから4月からね、また活動バンバン再開していきたいと思います。どっちかっていうとね、3周年っていうよりかはこっちがメインかなっていう感じなんですけれどもね、いろいろね、投稿頻度とかどういう内容やるとかもあるんですけれども、今ここではあまりしっかり明言はできないです。っていうのもちょっと別のことを準備していてっていうのもあるし、まだ4月入って間もないんで、高校生活がどうなっていくかわからない、部活入るのかとか、その他いろいろね、ちょっと考えないといけないところが多いので、ちょっと今ここでは明言できないです。動画投稿者、好きな時に好きな動画を投稿する、それをね、モットーというか、なんというかキャッチコピーじゃないけれども、そういう感じにしています。自分はまあまあ、なんかいろいろなんやかんや言いましたけれども、これからも変わらずマスクマンレオよろしくお願いしますということです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。